今日はこの Amazon で購入したアルディーノ UNO3 のケースですね。こちらを実装していきたいと思います。部品はシンプルにこれだけみたいですね。特に組み立て方については説明書がないみたいです。これどうやってやるんだ。多分これがここに来て刺さるようにできてて、これが平面ですかね。ペリペリを剥がして、なかなか出せないです。ここと、この穴を合わせます。こんな感じですね。またここにもなんか見えますかね。このペリペリのこれついてますね。つける必要ないんじゃないかなと思うんですけど、剥がしていきます。これピンセットでやった方が外しやすいですね。このペリペリを剥がす作業に時間かかるんで、ちょっとこれかけてみます。おお、かけた方がこれ早く剥離できますね。さっきと全然作業時間が違いますね。おお、これは楽だ。ペリペリ剥がしてこれから組み立てていくんですけど、なんかこの辺とかバリがあったり、あとなんかこれ割れてますね。ほらこんな風に割れてます。まあ360円程度なんで仕方ないですけど、ちょっとこの割れはやめてほしいですね。ということで、まあ組み立てていきます。この四つ角にワッシャーを取り付けたので、次にこれを刺していきます。こっちじゃないな、これを刺します。でこれを刺して、これをこっちに刺して、これを
なんだこれ、あれ、ん、これはどうやってつけるんだ、よくわかんないな。確認します。これ確認したら最初にこれを入れて、こうやって実装しないと入らないみたいですね。こちらをはめたので再度気を取り直してやっていきます。ようやくはまりました。ん？なんだこれ？なんだこれ？どうやって止めるんだこれ？ん？ネジが届いてないですね。これでいいのかな？はい、とりあえず完成しました。やっぱさっきね、あれですね、ナットのところネジ頭がちょっと足りてないみたいですね。ちょっと見てわかるかわかんないですけど、ちょっと足りないようです。まあ、作ってみた感想としては、ペリペリの時間がものすごくかかったんで、これですね、これ使えばすぐ外せるんで、これ使った方がいいですね。そうしないとこの組み立て時間よりもペリペリ剥がしてる時間の方がかかっちゃいますね。あと気がついたんですけど、このケース、あれ、これリセットのとこですね、スイッチ指で押せないんで、こういう長いもので押さないとダメないようですね。であと肝心のこれヘッダーピンのとこですね、干渉ないかちょっと確認しています。手持ちのヘッダーピンで、こう接続してみると、一応横から見てですね、突起はないようなので問題ないかなと思います。これ手持ちの基板なかったんで、こんな感じでやっても一応干渉は、見られないので問題ないかなと思います。今後はこれを使ってですね、信号発生器の方、この上に実装していろいろやっていきたいなと思います。であと気がついたのが、 Amazon にも書いてあるんですけど、これなんか横から見るとかなり反ってますね。ちょっとアクリルなのでかなり見づらいかもしれませんけど、かなり反りがありますね。Amazon のレビュー通りですね。360円と安いので、マイコンの保護用として使うのがいいかなと思います。この動画が参考になれば嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トマチャンネルでは電気電子工学に関する様々な動画を配信しています。役に立ったらぜひチャンネル登録をお願いします。